皆様こんにちは、新橋ゲトです。今毎回ね、この新橋ゲトテノールソロリサイタル小さな祈り、こちらのね曲目の紹介をさせていただいておりますけれども、今日もまず最初にコンサートの詳細をお話しさせてください。コンサート2022年5月25日水曜日浜離宮朝日ホール、そして6月の9日木曜日静岡音楽館 AOI ホールにて、両方ともね同じ時間の開演です。さあ今日はいよいよ第1部の最後の1曲、第7曲目のご紹介となります。さあいよいよ第7曲目、1部の最後の1曲ということになるわけなんですけれども、僕が選ばせていただいた曲は歌をくださいという曲ですね。こちらは渡辺達夫さん作詞、中田義直さん作曲の1曲ですね。この曲は僕が、以前、自分が聴きに行ったコンサートの中で演奏されているのを聞いて、もうすごく感銘を受けまして、この曲僕も絶対歌いたい、しかも大切な場所で歌いたい、その時まで撮っておきたいという気持ちを込めて、ずっと温めていたものですね。なので今回この曲はこのコンサートソロリサイタルが初めての演奏となります。この曲に関しては僕はねすごくやっぱり歌詞に感銘を受けまして、なんかまあ共感をするっていうとちょっとこうおこがましい感じもしてしまうんですけれども、なんていうかね、歌い手だったら必ずこういった思いがあって、歌ってる部分があるんじゃないかなっていうふうに感じる一曲です。まあ、世界にはさまざまな曲があって、僕も本当にいろんな曲を歌わせていただいているわけなんですけれども、その中に希望の歌だったり平和の歌だったり、実りの歌だったりっていうのがね、その歌詞の内容に出てくるわけなんですけれども、そういった人々の心に何か届けることができる、そういった言葉を発せられる歌を私にくださいというのがね、この曲の切なる願いとして何回も何回も歌われていくんですね。僕自身もやっぱり自分がもちろん歌を好きで歌ってるわけなんですけれども、それだけじゃなくて誰かの、ね、心に少しでも何か届いたらいいなっていう気持ちは少なからずありますので、そういった曲をこういうリサイタルの場で皆様に聴いていただいて、少しでも感じていただけるものがあったら、これは本当に幸せなことだなっていうふうに思いながら、今もねこの曲歌詞を読みながら演奏しています。そしてねこの曲、中田義直さんも晩年に作曲されたということなんですけれども、一つしかない人生、一つしかない命というのがね後半に歌詞として出てくるんですね。そういったものを大切に育てながら、愛の歌を歌いながら、こういうふうに生きていきたいというのが込められていて、そしてこのね最後の一節の言葉が僕には非常に染みるんですね。そして時が至れば静かにこの世を立ち去ろう、美しい思い出と感謝の言葉胸に秘めてというふうにね、曲が終わっていくんですけれども、まさにもう本当にこれってね演奏家としてもう本当に演奏家冥利に尽きる、ことなんじゃないかなと思います。演奏家としてだけじゃなくて人としてもこういうふうに最後は自分のね今までの生きてきた道ですとか思い出を決めながら温かい気持ちで、去っていけたらというね、思いが誰しもあるんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんまだまだ、僕はそういうふうに思い出を語るには若いなっていうふうに思いますし、これからもいろんなこの道を歩んでいきたいと思って、それを人生最後に振り返るときに、あ、この歌も一緒に出てきたらいいなっていうふうに思いますので、そういった素晴らしい自分の中で、思い出だったりだとか温かい人々のつながりだったりだとか、そういった愛を持って、これから先歩んでいきたいなという思いも込めて、この節目のリサイタルの、一部最後の曲にこの歌をくださいを選ばせていただきました。はい、ということで今回は、一部の最後の曲7曲目のご紹介でした。さあ皆様、リサイタルの曲目ね、一部の曲は出揃いましたが、いかがでしたでしょうか。もう一回ね1曲目からおさらいしていこうと思います。1曲目は初恋、そして2曲目城ヶ島の雨、3曲目アジサイ、そして4曲目が死んだ男の残したものは、そして5曲目カモメ、6曲目が夢見たものは、そして最後7曲目が、この歌をくださいという流れになっております。
当日はねもう本当に歌に集中して、歌詞を届けることに、もう全力を注いでいきたいと思いますので、このリサイタル皆様にね思いが届いたらいいなというふうに思います。はい、ではね次回は第2部オペラアリア、こちらをご紹介していこうと思いますけれども、改めて、コンサートの詳細最後にお話しさせていただきます。2022年5月25日水曜日、浜離宮朝日ホール、そして6月9日木曜日静岡音楽館 AOI ということでね、ぜひ皆様多数のお越しをお待ちしております。それでは今回はこの辺りで動画を終わっていきたいと思います。また次回お会いいたしましょう。それでは。